新成人の門出を祝う成人式。毎年20歳の集い実行委員会のメンバーが中心となり、成人式を盛り上げています。今回のいきいき情報福井では、20歳の集い実行委員会の活動や成人式の様子をご紹介します。アオスタにやってきました。今日はこちらで20歳の集い実行委員会の皆さんが成人式に向けて最後の打ち合わせをしているそうです。覗いてみましょう。君が代の練習をして、20歳の集い実行委員会は成人式の式典の後に行うイベント20歳の集いの内容を企画するとともに、当日の運営も行います。メンバーは今回の成人式の対象者と次回の成人式の対象者で構成され、企画会議を7月下旬頃から月に1回から2回程度開催しています。こっちが主催、一気に礼してから次国旗。君がよ、不死鳥の願い、福井市市民憲章。私たちは不死鳥福井の市民であることに誇りと責任を感じ、それを右に寄って階段を乗って市長の前に行きます。どうして実行委員になろうと思ったんですか？はい、今年は、コロナで何かと制限があった生活となったんですが、何か思い出一つ作りたいなと思い、応募させていただきました。実際に実行委員として活動してみてはいかがですか？はい、私は、ムービー作成を担当しているのですが、やはり一本一本丁寧に作っていくと、時間もかかりますし、けどやっぱり成人で一人でも多くの皆様に見ていただきたいという思いで、作らせていただきました。どうして実行委員になろうと思ったんですか？はい、私は昨年度の成人式の実行委員もさせていただいているんですけれども、企画したりするのが好きで、今回も参加させていただく形になりました。2年連続ってことなんですけれど、去年とは全く違う活動になったんじゃないですか？はい、全て結構時間も異なって、できることも制限されたので、企画する分には結構苦労する部分がありました。活動してみていかがですか？私は京都に住んでいるので、福井で成人式の企画運営をしていく中で大変なこともたくさんあるのですが、やっぱりみんなで楽しい成人式を作りたくて頑張っています。そうなんですね。2人だけでの国歌斉唱っていうのはなかなかないんじゃないですか？そうですね、私たちは今声楽のレッスンを受けているので、はい、その成果を出せればなって思っています。実際活動してみていかがですか？先輩方とか市役所の方々のその思いとかが伝わってきて、とてもいい活動です。実際苦労とかはありましたか？恩師メッセージムービーを作るのに、その学校に撮りに行くのが大変だなって思いました。中学校に撮影に行かれたそうですが、先生方の対応はいかがでしたか？結構大変、行ったりするのは大変だったんですけど、先生たちは結構あったかく迎えてくれて、割と楽しい感じで撮影できたので良かったです。20歳の集いを担当されている障害学習科の高波さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。成人式に20歳の集い実行委員を募る目的を教えてください。はい、現在福井市内に住まれている方だけでなく、県外に住まれている新成人の方に、はい、改めてふるさとである福井市の魅力を再認識していただくとともに、はい、これから社会で活躍する新成人の方に、大規模なイベントを企画運営するという貴重な体験をしてほしいなと思いまして、はい、実行委員を募ることにしました。今年の実行委員メンバーのチームワークはいかがですか？
チームワークが非常にいいと感じております。パソコンが得意な方でしたら動画編集をしたりですとか、歌が得意な方は当日の国歌斉唱の練習をしたりですとか、それぞれの得意分野がありますので、それぞれの得意分野を役割分担して行っておりますので、非常にチームワークがいいと思います。今回の二十歳の集いの企画についてどう思われますか？当時の恩師の先生方からいただいたメッセージですとか、中学時代を振り返る思い出ムービーなど、当時のことを懐かしく感じられるような企画となっておりますので、非常に楽しんでもらえるのではないかと思っております。コロナ禍での成人式についてどんなことを思われますか？やはり、コロナ禍での成人式となりますので、式典を2回に分けて開催したりですとか、当日会場に来れない方がいらっしゃると思いますので、その方のために式典の様子をライブ配信したりするなど、すべての新成人にとって楽しんでもらえるような成人式にしたいと思っております。1月10日の本番が楽しみですね。はい、いよいよ成人式が始まります。晴れ着に身を包んだ新成人たちが集まってきましたよ。今年福井市では男性1285名、女性1251名が新たに成人の仲間入りをしました。みんなを卒業させてから5年経ちました。先生は相変わらず変化はないですけど、みんなは大きく成長したんじゃないかなと思います。式典が始まりました。ステージには二十歳の集い実行委員のメンバーが国歌斉唱を行います。国歌斉唱と市民憲章唱和を行っていますね。次に東村市長から新成人に向けてメッセージが送られました。失敗を恐れず何事にも挑戦し、夢や目標に向かって自己研鑽に励まれ、転換の時代を牽引されますことを願っております。新成人誓いの言葉。最後に新成人代表が誓いの言葉を述べました。このような盛大な成人式を開いてくださりありがとうございます。今後の大きな変化に対応できる、さらなる強い福井市で発展に貢献できる一成人となることを約束し、これを誓いの言葉とします。式典が終わりました。続いて二十歳の集いが開催されます。中学を振り返るムービーを作りました。楽しめる内容になっているので、みんなで見ようぜ。Thank you.
でできた思い出を大切にして、どんな困難にも立ち向かっていける強い福井市を目指すべく、みんなで協力して明るい未来を向かって歩んでいきましょう。本当にありがとうございました。よありがとうございました。今どんなお気持ちですか？終えてほっとしたって感じで、いろいろ雪とかコロナで不安があった中で開催しましたが、なんか終わってみんな楽しかったって言ってくれて嬉しかったです。最初は、何もやっぱり決まらず、その活動の内容がなかなかこう決まらなかったり、いざ決まってもちょっと、今年はコロナという影響があったため、なかなか思うように進まないこともあったのですが、こうして今日このような形で開催に取り付けたというのは、私自身とても嬉しく思っております。僕はサポート役として出させていただいたんですけど、そのこうやって企画してうまくいったことはとても嬉しかったです。来年も成人になるんで、やっぱ先輩方のようにしっかり人をまとめられるような人間になっていたいなっていうのは思います。こんな時代だからこそ、これからの将来を担う私たち新成人が、手を取り合って福井市の活性化につなげていけたらいいなって心から思いました。成人式を終え、希望に満ちた新成人の姿が素敵でした。また二十歳の集いも大成功だったのではないでしょうか。実行委員の皆様、ご苦労様でした。新成人の力でこれからの福井をもっともっと元気にしていってもらいたいですね。